対戦空母、ヨークタウン対戦空母は、対戦船を主任務とする航空母艦。アメリカ海軍では、高性能な艦上戦闘機、攻撃機などの運用能力を備えた大型空母などと区別するため、1952年7月8日に CVS の船体分類記号を新設したが、1974年までに運用を終了した。また、 イギリス海軍のインビンシブル級航空母艦も CVS と称されていた。S-2 や A-4、E-1 を搭載したベニントン、ベニントンから発進する S-2E1940 年代後半、冷戦構造の成立とともに西側諸国はソ連海軍の潜水艦戦力への対抗を迫られた。ヨーロッパで東西の武力衝突が発生した際、 アメリカ本土から速やかに増援、補給が行われることが期待されていたが、これに対し、ソ連海軍はドイツ海軍の有ボートの技術をもとにした高性能潜水艦の整備を進めており、広報連絡船をめぐって再び大西洋の戦いが発生することが予測された。また、大西洋の中央部には地上基地からの対戦哨戒機が到達できない。 感激が発生することから、戦団護衛だけでなく、この海域をカバーすることも求められた。この状況に対し、アメリカ海軍は、対戦戦能力の強化策の一環として、まず1949年までにコメンスメント、米級航空母艦7隻を対戦戦用に改装した。これらの艦は、通常の護衛空母と区別して、KX、e e、と称されることがあった。 KX は他の任務もあったため必ずしも対戦戦に潜入したわけではなかったが、対戦戦任務の場合は TBM-3W6 機と -3S12 機を搭載しており、また後には TBM-3W に変えて AD-3W が搭載されるようになった。また、護衛空母だけでなく、K 空母も対戦戦任務に投入されるようになった。 まず1949年に、ライトが対戦戦任務に充当された後、朝鮮戦争直後に、カボット、バターンが対戦戦に対応して回収されており、これらの艦は CVL 系とも称された。1952年以降、KXCVL 系の艦上機は AD-4WS に更新された。しかしこの時期、すでに、 これらの艦については安定性などの面での不満が指摘されており、1954年より、エーフガーディアンの艦上運用が開始されると、さらに深刻化した。同期は、アメリカ海軍が初めて対戦戦線専用に開発、配備した航空機であったが、エンジンの出力不足に悩まされていた。特に低速の護衛空母では十分な艦艦上合成風速を得られない場合が多く、 艦上運用には危険が伴ったため、間もなく実戦部隊からは引き下げられた。これらの経験も踏まえて、より大型の SX 級などの正規空母が対戦線に充当されるようになった。まず1952年にバリー・フォージが対戦線任務に従事した後、同年7月8日、CVS の戦隊分類記号が新設された。配備中の二隻及び、 モスボール艦3隻が順次にこちらに類別変更されたほか、新型の攻撃空母の配備が進むとともに、SX 級のうち従来は攻撃空母として運用されていた艦も順次に類別変更されていった。これは新世代の艦上哨戒機である S2 回の配備を受けた動きであり、同期は護衛空母からでも運用可能ではあったものの、より大型の艦が望ましいとされていた。 東側諸国のミグ戦闘機が対戦空母の艦上機を脅かし、対戦空母自身もソ連の小海機の接近を受けるようになったことから、1954年より戦闘機の文献隊が対戦空母に派遣されるようになり、通常は4機の F2H 戦闘機が搭載された。その後、艦上戦闘機の大型化、高性能化に伴い、 対戦空母での運用が困難になったことから、1960年以降は戦闘機を搭載せずに運用されるようになった。しかしその後開発された A4D は攻撃機ながら高速便称で、しかも対戦空母でも運用可能なコンパクトさを備えていた。1965年6月1日、対戦戦闘機飛行隊が編成されて、 各艦に A-44 機ずつの文献隊が派遣されるようになった。ベトナム戦争では対戦空母も頻繁に投入されていった。S-2 が紹介任務に就いたほか、戦闘機として配属された A-4 は対戦空母の防空を担うとともに、攻撃空母からの攻撃任務にも従事した。s a 3 a も紹介機材を下ろして、 攻撃空母に配属され、救難機として運用されることもあり、AD-5W も攻撃空母に配属されて強力なレーダーを活かした様々な任務に従事した。また特に、イントリピットは能力限定型クバと称され、艦上障害機の代わりに攻撃飛行隊を搭載して攻撃任務に従事した。1961年から1967年に、 かけて、アングルドデッキ装備艦から8隻がフラム回収を受けた。これは、全面的な装備更新とともに、アン、SQS-23 単身銀の搭載も含む、ものであった。また、上記の通り、対戦空母の重要な任務が、大西洋中心部に生じる対戦紹介機が、到達できない間撃をカバーすることであり、そのために継続的な紹介を実施できる。 要、1960年代末からは、専用の補給艦も建造された。これは、攻撃空母に対する AOE に着せられるものであった。しかし、航続距離の長い P-3 の配備が進むと、大西洋中央部の艦撃は消失し、対戦空母は、攻撃空母に随伴して、対戦援護を提供するようになっていった。その後、 ベトナム戦争後の国防予算削減の中で、対戦線戦中の航空母艦を維持することは困難になっていった。既存の CVS を回収し、S-2 の後継となる S-3 の運用に対応するには、かなりの予算が必要になると見積もられた。1969年に、ホレスタルに、試験的に SH-3D ヘリコプター8機を搭載した際に、 良好な結果が得られたこともあり、対戦空母を維持するよりは、攻撃空母に哨戒機、哨戒ヘリコプターを搭載する方が、効率的と考えられた。これを受けて、CVS の運用は1974年までに終了した。ヘリ空母、デダロインビンシブル級航空母艦、インビンシブル第二次世界大戦中、護衛空母は、対戦戦でも重要な役割を果たしたが、戦後、 カッタバー方式の対戦空母が運用する環状障害機が広域対戦線を担うようになるのにつれて特に戦団護衛における航空援護はヘリコプターが担当するようになっていった。対戦中よりすでに関西ヘリコプターの対戦線での活用についての研究が着手されており1945年2月にはホスマイナス1に釣り化式ソナーを搭載する実験が行われた。 戦後も研究が継続されており、アメリカ海軍は、1955年6月12日に、艦席にあった、護衛空母のうち30隻を護衛ヘリコプター空母に、類別変更した。これは、戦時に紹介ヘリコプターを搭載して、戦乱護衛に当たることを想定した措置であったが、そのために特に回収されたわけではなかった。また、スペイン海軍は、 1967年よりアメリカ海軍の軽空母カボットの対応を受けてデダロとして収益させヘリ空母として運用したソ連海軍では政治的な理由から空母の保有がなかなか実現せずまずは水上戦闘艦に艦載ヘリコプターを搭載して運用していたがその経験から各艦に分散配備するよりは複数機を集中配備した方が 法律的であると判断され、ヘリクーボの保有が施行されることになった。まずヘリコプター巡洋艦として1123型対戦巡洋艦が建造され、1967年より収益した後、1975年からは約マイナス38艦上攻撃機の運用に対応して、全通飛行艦板を備えた1143型航空巡洋艦が、 収益を開始した。イギリス海軍では、1950年代より空母を保管するヘリ空母として、護衛巡洋艦の計画が着手されたが、予算上の都合から心臓がなかなか実現せず、まず1965年から1972年にかけて、タイガー級巡洋艦2隻がヘリコプター巡洋艦として改装されたほか、上陸船を担う、 コマンドウォ艦も対戦空母を兼務するようになった。その後、正規空母の運用終了に伴って、護衛巡洋艦の機能充実が図られることになり、最終的にシーハリアー艦上戦闘機の運用に対応したインビンシブル急行空母艦として結実して、1980年により収益を開始した。アメリカ海軍もヘリコプター揚陸艦として、 医ジ島級を建造する際には、副次的に対戦船への投入を想定して、その分野単魚雷の搭載スペースを確保していたほか、1969年により、対戦ヘリコプター母艦の計画に着手していた。これは、ハリアー搭載の正解艦に発展し、1975年度予算から建造に入る予定だったが、結局実現しなかった。ただし、スペイン海軍と、 大海軍向けに、その巡動警官及び派生型が建造されたほか、教習揚陸艦として、ワスプ級を建造する際には、副次的に、正解化任務が付与され、続く、アメリカ級ではさらに航空運用機能が強化されて、海 -35B を20機搭載しての、ライトニング空母としての運用も検討されている。海上自衛隊も、 第二次防衛力整備計画の策定段階で全通飛行艦班を備えたヘリ空母の建造を計画したものの、これは政治的な事情で実現せず、代わって従来の護衛艦の延長線上でヘリコプター搭載護衛艦が建造された。その後継艦では全通飛行艦班が導入され、平成16年度から日向型、また平成22年度からは、 発展型の出雲型が建造されており、これらは全員海軍年間ではヘリクユーボとして類別されている。ありがとうございます。